はい、皆さんこんばんは、和道です。今日当日か、前日じゃないね、捨て頃当日です。2018年の、6月の23日土曜日、捨て頃当日ですね。夜中の0時30分です。よろしくお願いします。どうも。今からね、T シャツこんな感じですね。T シャツ。完成しました。和道 T シャツこんな感じです。こんな感じですね、はい、背中にもバックプリント入ってますんでいい感じですよ。ぜひ皆さん5000円で販売してますので、限定販売5000円です。これが L サイズですね。よろしくお願いします。結構いい仕上がりだよね。お金をかけた甲斐がありましたよ。じゃあね、今日は今から整体に行こうと思います。一緒に行きましょう。お散歩配信ね。お散歩しましょう。はい、久しぶり。T シャツこんな感じ。こんな感じですね。いいでしょう。こんな感じです。バックプリントこんな感じ。うん。よいしょ。いいね。いいね。背中もバッチリっすよ。背中もバッチリ。見えてるかな。捨て頃当日だね。ごめん。捨て頃当日です。はい、こんばんは。素材もかなりいいんで、僕はダボっときたいんで L 選びましたね。おすすめ L かな、男の人だと。オリジナルですね。今回捨て頃のために作って。元美大生の彼女がデザインした全面プリントとバックプリントは僕がデザインしました、はい、リスナーさんの名前入りです。いいでしょう。5000円で販売してます。じゃあ、のんちゃん行ってくんだよ、俺。はい。はいはい。じゃあ、準備しましょう。荷物持ってくわ。ねえ、当日はね。俺が間違えちゃった。はいよ。今から体ほぐしに行きます。整体に行きます。髪どう？赤。髪いい感じ。のりこ。いや、前回行ったらね、めちゃめちゃ良かった。次の日のキレが半端じゃなかったから、今日マッサージ行かないとダメだね。もう体で測ってるから、やってるから。おー、マリン、どうも。髪もかっこいい。T シャツできたよ。で、早速着てる。限定30着限定で5000円で販売します。名前入ってるよ。前がのりこが描いた悪魔の絵で、悪魔の和道こんな感じで、後ろはのんちゃん後ろ取ってくんない？のんちゃん後ろ背中取って綺麗に、はい、逆見えてる？後ろはこんな感じです。はい。まあこんな T シャツです。ぜひお買い求めください。俺不良大嫌い。不良とヤクザ大嫌い。5000円じゃ儲けないから定価24,800円で売ります。定価は24,800円。 T シャツ作ったことある人だったら儲け分かるよね。素材も T シャツも最高素材だからすごい分厚い。あ、T シャツぜひ買ってください。僕ももう早速着てますね。気に入ってます。両大嫌いだね。いってらっしゃい。仕事頑張って。散歩しながら歩いていくわ。ちょっともしさ、あれだったらバンテージ洗って乾かしといてくんない？この中に入ってるから、うんうん、あれ使うんでしょ。じゃあこれは練習用。クッション入ってるから。本番用はこっち。乾かなくない？乾かして。大丈夫、間に合うよ。洗って干しといて。それか。行きますか。皆さん一緒に行きましょうか。どうも。はい、行ってくるね、のんちゃん。行ってきます。電気はつけとく。はい。で、行きましょう、皆さん。見えてる？お散歩しましょう。綺麗に染まったね、赤。歩こう。今日はなんかキャスバーが盛り上がってるね、前夜祭でね。セコンドの人たちがみんな飲んでるね。セコンド今回豪華だからね、選手よりも豪華だっていう噂だもんね。結構ね、いろんな人に会えるから嬉しいんだよね。これ見えてる？大丈夫？整体行くのは正解。鮫島さんね、夕方電話くれて、もう1時間ぐらい喋ったかな。なんかこう誘ってくれてありがとなみたいなこと言ってくれたり、お前だから行くんだぜとか、あとまあ勝とうなっていうこととか、負けたら罰金100万円とかいろいろ話したよ、1時間ぐらい。うん、前日にエールをいただきましたね。ゆっくり休めとか。心強いよね。髪も綺麗に染まってよかったわ。いや俺今から整体行く。起きたの夕方6時だもん。飯食って何したっけ。今日多分寝れないね。今日寝れない。まだパンフレット作ってねえんだ。パンフレットっつうかグッズの、ね、値段表作ってなくて、俺は全然そういうのないな。今回プレッシャーないねまあみんな寝れねえよな。わかるよ。特にね今回初出場の選手は寝れないと思うよ。前回経験してるからわかる。慣れないんだ。すげえ苦しいと思うよ。直樹兄さんなんかクマできてるじゃん試合のシミュレーションはしてるよ。してる何分何ラウンド、後半仕掛けるかな。だからまあうまくいけば1ラウンドの後半で取れるし、まあ、持ちのローンで KO 狙いっすよ今回は。相手もハードパンチャーだけど俺も結構パンチ強いんで結構いけると思いますよ。フィニッシュパターン4パターンに増えましたね。まあ、4パターンあったら防げないよもう。直樹兄さん今頃ビクビクだろうね後悔してると思うよ。多分寝れてないね。見てわかる。クマがすごい相手。いやいや浮かれてないね。不安いっぱいの顔がもう伝わってくる。お疲れ。肩をよくほぐそうと思ってて、肩とあとお尻と腰だね。髪似合う。いい感じ。当日ワックスつけるけど今風呂上がりでそのまんまにしてる。みきちゃんお疲れ。まあ配信者だからね、配信回してなんぼでしょ。俺はプロ格闘家じゃねえから、ドラマチックな展開はやっぱ配信者に任せてよ。前評判俺負けるらしいよみんな。だから TJ さんのアンケートで俺負けるとか書かれてて爆笑したんだけど、多分みんな俺の放送見てないんだよ。知らないんだよ、生まれ変わったの。みんなは知ってるもんね、1年前の俺じゃないこと。っていう今日だねもう今日の何時間後には、十何時間後にはぶっ飛ばし合いだよ。殴り合い。勝負の世界はさ、本当にシビアだと思わない？頑張った方じゃないからね。勝った方が全部をつかむんだよ。で、勝つのは一人だけなんだよ。任せて。まあ多分体格差でみんな予想してんだろうね。相手が10キロ重くて10センチ以上でかいから体格的に無理だろうっていう予想なんだよ。ボクシングはパワーじゃないよ。82だって言ってたね。82?体重が重いってことはその分ね、スピードがないってことだから。いやー本当だよね、カス玉とかついたみたいだよね。ムーブヘアッド、ムーブヘアッド、ムーブヘアッド。正直ピーカブーも染みついてきたもんね。マイク・タイソン、捨て頃のマイク・タイソン。ピーカブースタイルがものになってきたよ。しばらく配信やってたよ俺。配信ずっとやってたよ。はい、こんばんは。祈らなくていいよ。俺の勝ちを見ればいいよ。願わなくていい、祈らなくていいよ。ただ見て、信じる必要すらない。見ればいい。初見さんいらっしゃい。どっから来たんですか？よろしくお願いします。和道です。ツイッターから来たのかな。どうもスーパースターです、よろしくお願いします何やってんすかカズさん今。髪型ね、お風呂上がりよ。今から行きつけの整体に行きます、僕は。戦略練ってんさ。もうでもあれじゃないですか、頭に入れない方がいいですよね。今までのことがもう全部頭に入ってるんで、逆になんか新しいこと覚えようとするとテンパっちゃうんで、パターン何パターンかあるんで。24時間の整体ですごくいい整体があるの。韓国式の整体なんだけど、すっげえうまいの。安くてなんか90分9000円とかするんだけど、新宿って高いところ普通のところで、そこね5500円で90分できるの。了解です。もう全部分かってますもんね、カズさん。自分の手駒とできないことできること。安いでしょ、歌舞伎町で5500円で24って安いよね。だからヒカルくんと行きたかったんだけどね、ヒカルくん新木場行っちゃったみたいで、次の日のキレが半端じゃないの。腰が回るんだよ、体が羽みたいになって。フォロー大歓迎だよ。 Twitter と YouTube もフォローして、 Twitter フォローと YouTube フォロー、 YouTube も通知登録入れといて。うちの3点セットは Twitter、ふわっち、YouTube、まあ、あとね、インスタとかフェイスブックもやってるから、それはもうお好みでいいです。多分ね、ツイッターフォローしてないと俺のことカバーできないと思う。YouTube は、俺のチャンネルあるでしょ。じゃあふわっちのプロフィール欄にリンクが貼ってあるから、そこを見るとチャンネル登録って出てる。だからそれボタンを押せばいい。あと鈴のマークが通知登録だから、鈴も押しといて。1人しか入れない。何がさ、やべ、赤。うん、リンク、俺のふわっちのプロフィールページに全部のツイッターとかの全部リンクがあるから、リングの中に入れるのは僕だけですね。はい、でも入場の時一緒にリング入っていいっすよ。全然構わないっすよ。むしろリングはカズンさんの方がリングのこと知ってるだろうし。セコン全然ガシガシ入って OK だよ。超絶リラックスっていうか、もうワクワクが止まんないね。早くステージっていうか、早くリングに立ちたいね、俺は。ケンケンさん、初見さんいらっしゃい。誰と試合ですか？誰って言えばいいのかな。直樹兄さんっていう人っすね。19時からだね。19時開演。サグラダ・ファミリアありがとう。僕はボクシングですね。ボクシングルールです。ワクワクするね。楽しみだね。顔締まってる？嘘。体重でもね8キロぐらい上げたけどね。サイドも染めた。後ろも染めてるよ。でもアマチュアっすよ。僕らプロじゃないんで、ただの素人のルールがボクシングなだけで。今コメント書いてくれてるカズーンさんはあれですよ、世界7位ですよ、東洋2冠っす。日高和彦さんです。いや今はね整体に行く、これから。丸さんありがとう。何時からっていうか試合なんで分かんないですね。何時からは開演が19時からで、第2試合なんで前の時間がフルラウンドになるか押したり引いたりするんで、19時から見てください。ツイキャスで便所太郎さんの枠ですね。まあ明日ツイキャス見たらトップに出るんで、ツイキャス見てください。ヘッドギアなしですね。ただ16オンスですよ。ヘッドギアはつけないです。明日の体の仕上がりが 100% だといいんだけどね。今日は 100% だね。今日はすっごい体の調子いい。これは明日に持ち越したいね。このまま起きてないぐらいだよ。そうですね、ちょうどピーカブースタイルなんで、はい、見て見て、ちょうど僕ピーカブースタイルなんで、タイソン好きな人はいいんじゃないですかね。整体が終わって歩いて帰るときは YouTube ライブで配信するから YouTube もチャンネル登録よろしくね。ふわっちのフォローもお忘れなく。まあ、多分整体受けてるときぐっすり寝ると思う。俺は YouTube ライブぜひチャンネル登録してください。僕のふわっちのプロフィールにリンクがあるんで、Twitter と YouTube ライブとふわっちの3点よろしくです。フォロー大歓迎ですよ。大歓迎です。明日の体調次第だから今日は体は動かさない。イメージトレーニングだけして瞑想だね。もはや瞑想。キャスバーに誰かいんのかな。キャスバーに集まってる今日は。キャスバーに誰いんの今日は。ミュウツーがいいんだ。医者いいや。金梅さんいんの？行かなくて正解。了解。だからさ、ステッカー残り100枚って言ったじゃん。在庫残り100枚で100枚売れたわって言って喜んでたけど、後で整理したら50枚出てきて50枚しか売れてなかったんだけど、今回のステゴロ2ステッカー全く売れないからみんな買ってよ。笑ったんだけど、あれって100枚も売れたかなと思って在庫確認したらどっかり出てきたよ。笑うよね。歌舞伎町着きました。でみんな僕整体行くんで、この後 YouTube ライブで放送やります。ステッカーたくさん買って1枚だけじゃなくてたくさん買って、10万20万売り上げ、20万ぐらい売り上げたら黒だけど、ちょっとね10万ぐらい売り上げないとねペイできない。今回ジムの解約もあるしすごい大変なんだ。グッズたくさん買って。おカオスお疲れ。じゃあ皆さんあとで YouTube ライブで会いましょう。でじゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。おつおつ